1885年頃のローブモンタントローブ、モンタントとは、高い率リ,リの女性用ドレスのことである。モンタントはフランス語で、上がる、登る、高まるを意味し、ネックラインが深く大きくカットされている、ローブデコルテに対して、肩も背中も露出していない。皇室主催の公式行事などにおいて、女性の昼の精霊層として着用されることが多い。 1903年ドイツでの式典新年、一般参賀にてローブモンタントを着用し手袋と、扇を所持する、正人ひと新郎妃、花子、秋子女王、継子女王、綾子女王19世紀後半から20世紀初頭に、かけてが全盛で、イブニングドレス以外のドレスにこの方が広く、取り入れられていた。そのため、日本で夫人にも、霊式相当の西洋服装が認められた際には、 通常礼服と規定された服装が、ローブモンタントと称されるようになった。この当時、日本では憲法を制定して、立憲君主制近代国家を設立することを目指しており、服制の整備も行われていた。女性の和装の礼服としては、明治4年7月24日公室令第8号にて、平安装束を改良した内木袴が制定され、 明治17年9月17日の宮内省内達により直任官婦人同11月19日の宮内省内達により、送任官婦人の複製が定められていたが、明治19年6月23日宮内省内達により、婦人にも、霊式相当の西洋服装が認められた。同たちにより、大霊服はマントドクール、中霊服は、ローブデコルテ、小霊服は、 ローブミーデコルテでは男子の通常礼服はすべての勲章が汎用できるとされたのに対し女子の通常礼服には勲一等以上は副章のみかとされていた戦後の勲章到着用規定でもこれが踏襲されていたが平成2年11月17日総理府国時代47号による改正でローブモンタンとも塩尾服やローブデコルテと同様 すべての勲章が着用できるようになった。2017年10月26日の太陽国のプミポン前国王葬儀では文人新能引子は夜間でも着用している。ありがとうございます。